チェリースキラです。チャロク4万人ありがとうございます。いや4万人って野球ドームと同じ人数らしいよ。そう考えたらめちゃめちゃ多くない？ということで第4回質問コーナーやっていくわ。今回もたくさんのコメントあったんだけど、今までの質問コーナーと似たようなコメントがほとんどだったんで結構厳選したわ。まあでも4回もやるとさすがに聞きたいこととかなくなるよね。どうせ採用なんてされない。どうせ選ばれない。どうせ採用なんてされない。どうせ採用なんてされない。めちゃめちゃこのコメント多かった。じゃあ逆に全部採用したるわ。質問です。質問は一人何個までですか？一人一個までです。いやもう使っちゃったね。めちゃくちゃ無駄遣い。一番下手な使い方。男性ですか？女性ですか？さあどっちかな？生まれ変わるなら何になりたいですか？異世界転生とかしてみたいな。魔法使ったり剣振り回したり。おめでとうございます。私まで嬉しいです。いやーありがとう。僕めちゃくちゃ嬉しいわ。ま、こいつはこれぐらいで喜ぶだろうな。いやバレてる。採用してください。ふ。ふ？ここで一回一発芸。イカちゃんがカモンした時の声真似。ソフィチューン。最近ハマってることは何ですか？最近はゴゴティーにハマってるわ。ゴゴの紅茶。あれにハマっててさ、さっきスーパーで2リットルのやつ10本ぐらい買ってきたわ。いや、ブラックのコーヒーとか飲めないからさ、未だにこういうの飲んでるっていう。何型？クワガタ。ソイチューバーのいいところを教えてください。ソイチューバーね、やっぱ使ってて楽しいね。光りながらイカにもなれるし、敵も手加減してくれる。キルできたら褒めてくれるし、キルできなくても許してくれる。ね、こうやって聞いたら結構ソイチューバーって神武器じゃね？キラーさんがとてもかっこいいです。結婚してください。男だけど。いや、男かい。好きな異性のタイプ。悩むな。あのゲームの話ができて一緒に遊んでくれたりしてくれる人かな。まあそんな人に会ったことないんですけど。今は新学期シーズンなのでキルハさんの新学期の思い出を聞きたいです。入学式とかどんな自己紹介してましたか？これね。いやマジやらかした。高校の頃自己紹介やらかしてね。これはもう忘れもしないね。まず高校生初日遅刻しました。いや笑い事じゃないんだけど、電車で迷子になっちゃって、それで学校に遅刻しまして電話して、もう汗汗で登校したね。教室もざわついてたわ。ざわざわざわ。え、あいつやばいんじゃない？不良かな？初日で遅刻って相当やばいよって。みんなも気をつけてね、遅刻しないように。バイトは何やってるんですか？バイトはガソリンスタンドでバイトリーダーしてるわ。セルフだから自分でお金入れて自分でガソリン入れないといけないんだけど、初めてガソリンスタンドに来た人とか入れ方とかわかんないから、それをねありがたく解説してるわ。まずこのボタンをぶち押して、そしたらここをガチ押して、最後にここにぶち込めばいけるって感じに説明してるわ。たまにね軽油とガソリン間違える人いるんよ。あとガソリンバシャバシャこぼす人とか、スプラトゥーンかなって思ってしまう。今までで一番恥ずかしかったことは何ですか？高校でフォークダンスがあったんだけど、フォークダンスってみんな知ってる？男女ペアになって踊るんだけど、僕緊張しまくって汗だらだらで顔も真っ赤でめちゃめちゃ恥ずかしかった。てか女の子と手つなぐこととかマジでなさすぎてずっと汗かいてたわ。あやば、思い出しただけで、あやばい、めっちゃ恥ずかしくなってきた。ペン回しできますか？うわボカロ曲何ハマってますか？最近聞いたのはラグトレインっていう曲。リズムが好きやわ。スプラやってて壊したものはありますか？心。4万人おめ、質問です。小学生ですか？僕はカブトムシとイカちゃんを足して2で割ったキルハさんです。キルハの目の数は何個ありますか？まあ、千里眼なんで1000個あります。これからも YouTube 続けてくれますよね？いや分からん。大学卒業したら僕も働かないといけないから、どうなるかはねマジで分かんない。神の水を知るゴッドノーズ。質問というか要望です。もっとゲームの幅を広げてください。スプラメインでたまに違うゲームやるみたいな感じで。まあ、確かに僕任天堂スイッチのゲームしかやってないからさ、任天堂以外のゲームやってみよっかな。この早口言葉10回言ってみてください。いや任せろ。少子シシ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 。いやむずすぎるだろ。好きなポケモン何？ EV 系は全員好きだけど、それ以外だったらクチートが好きやわ。クキコキ。東方プロジェクトとボカロ曲だったらどっちが好き？ボカロ。キルハの一日のルーティーンは何ですか？おはよう、学校、バイト、編集、投稿、ゲーム実況、編集、お休み。どれだけ睡眠時間を削るかが勝負よ。スプラ以外だと何のゲームしますか？最近はカービィのディスカバリーしてるわ。裏ボスが結構強くておもろいよね。これからもキルハアートをたくさん描きたいです。見ていただけると嬉しい。そりゃ見るよ。本当にいろんな視聴者が描いてくれて嬉しいわ。本当に嬉しい。いつもニマニマしながら眺めてるわ。全部のイラスト
漏れなくガチ保存してるから。僕の PC の中にね、厳重に保存されてる。万が一にも備えて、ちゃんとバックアップを取ってるっていうね、この徹底ぶりよ。ねえ、キルハッチは小さい頃から絵描いてたんですか？それとも最近才能が開花した感じ？いや、高校からかな。高校になってパソコン買って3万ぐらいのクソ安いやつ。まあ、絵描くぐらいやったらクソスペックでも全然描けるんで、それで絵描いて Twitter とかピクシブに毎日投稿してたね。キラーさんはイカちゃん以外にイラストを描くことがありますか？あるなら教えてほしいです。めちゃくちゃバリバリ描くよ。基本的にアニメのキャラクターばっかり描いてんだけどね。最近描いたのは、初音ミクと、アスカと、あとアズニャン描いたわ。4万人おめでとうございます。視聴者にイケボで、4万人ありがとう。お、どうぞ。イケボか。わかった。行くぞ。4万人ありがとう。どう恥ずかしいな。てか、イケボってよくわかんないんだけど。イケボって声低い方が良いんかな？キラーさんはスプラ3を先行で遊んでると、イカ研究所の人から聞いたんですが、本当でゾロルか？バレてしまったか。仕方ねえ。そうさ。実は僕は裏の方で、スプラ3の先行会を、この手で体感してきた。だが、まだ詳しいことは話すことができない。いずれわかる時が来る。許してくれ。一切体感してないんだけどね。サーブの中で一番何が好きですか？クイボ、キラーがスプラ3でリッター以外を持つとなるとどんな武器を持ちたいですか？弓持ちたいね。弓かっこいいじゃん。重量級弓枠とか出んかな？遠距離型弓とか。そっち系使ってみたい。おすすめの武器は何ですか？いい質問だ。ゴーニーガロンベッチュ。非常に高火力でバランスの取れた優秀な武器だ。おぬぬめ。スプラ3でリッターがなかった場合、キルハさんはどのような対処を取りますか？とりあえず現実かどうか確かめる対処法を取ります。サムネの制作、動画編集時間、全部で何時間かかりますか？まあ、動画の内容によるけど、だいたい6時間かかりすぎ。頭おかしい。本当に6時間本当に編集早くなりたい。まず僕タイピングが遅いからな。もうその時点で致命的。チャージャー自分たまに使うんですけど全然当たりません。どうやったらそんなに当たるんですか？まあね、愛よ愛。武器の愛があれば当たります。まあ、とりあえずその武器愛を示すために銀バッジまで行こうか。まあコツは敵の位置と味方の位置を常に把握しておくのが重要かな。僕もよくわかんないけど。スプルーンのインクの色で何色が好きですか？オレンジとか黄色とかそんな感じの明るい色が好き。チャージャーの他に得意な武器はあるかの？チャージャー以外正直あんま使ってないけど、まあ言うならばエクスプロッシャーにハマってるかな。4万人おめでとう。思わずやってしまう癖はありますか？僕よくやってしまうのが、やられた時にマップ連打 X ボタン連打してしまうっていう。イライラしちゃって。どうして 4K スコープ使いになったんですか？あといつから使ってるかも知りたいです。一番射程が長いから使ってるっていうのと、まあ、3K スコープがなかったから仕方なく 4K スコープ使ってるって感じかな。いつから、忘れたな。いつから使ってんだろう。まあ、とりあえず、ランクが解放されてリッターが入手した瞬間からも、リッター子さんぜよ。最後の質問です。好きな食べ物は何ですか？クレープ。クレープを食べたい。もうクレープ最近食べてなくて、もう禁断症状ですよ。クレープということで、同号の質問50個やったわ。多分今までの質問で被ってないやつだけだったと思うんだけど、それでもだいぶ多かったね。それじゃ次回は5万人か。だいぶ遠いな。まあ、それまで、さらだばー。